も小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は特定小規模施設用自動火災防止設備について、ご説明いたします。これはですね、特定小規模施設用自動火災防止設備の親機になるんですけど、親機はですね、電波確認ボタンがあって他ついてないんですけど、これがですね、光電式スポット型感知器2種の煙感知器で、こちらがですね、低温式スポット型感知器のですね、特殊高所作動温度がですね、65度になるんですけれども、まあサーミスター半導体出てるんですけどね。じゃあこれで、まずですね、電波の確認からちょっとしてみましょう。はい、電波確認します。今電波チェックしてですね、確認して、電波異常なしで、呼気がですね2、4、6ならないっていうふうに言いました。じゃあちょっと作動試験をですねしてみましょう。火災があってる、まあ、例えばあるですね部屋の音声と、それ以外のですね、部屋に設けられる感知器の音声は、異なります。簡単でしたら今日は特定小規模施設用の自動火災防止設備についてご説明いたしました。